タニウスは、シロキコウキの中国で暮らしていた、ハドロサウルス類の恐竜の一つ。名前の意味は、タンのもの。古生物学者、タンスズ中のこと。模式種、タニウスシネンシスは1929年にカール・ワイマンによって記載された。種商名は、中国産を意味する。中国地質調査所のタンは1923年4月に、山東省。 将軍いただける遺の地層から最初の化石を発見した。同年10月、タンはオーストラリアの古生物学者、オットーズ・ダンスキーと共に完全な上ワンコツだけ追加で採集した。ホロタイププム R240 が発掘された地層はオーシル遺草。それはほぼ完全な平たい後頭部の骨で平らで伸びている。そのか椎骨、肩体、 腰帯などが発見されている。タニウスとして記載された他の種は全部他の属に移されることになった。1939年に命名されたタニウスプリナダイはバクトロサウルスに、1958年に記載されたタニウス金環公園シと1976年のタニウスライアン原ンシは若いチンタオサウルスだったことがわかり、その死のニムになった。 2010年、グレゴリー・ポールは、タニウスの全長は7メートルで、体重は2トンと推定した。頭骨の特徴は、バクトロサウルスに近い。腸骨は、ギルモレオサウルスにも似ている。当初は、ハドロサウルス化とされていたが、現在は、バクトロサウルスと同様にハドロサウルス上化に、改められた。プロトハドロスより、派生的で、テルマトサウルスやバクトロサウルスより、 原始的とされる。不確かな同時には高く発達したトゲ突起があり、穂のような構造になっていた可能性がある。系統解析によっては、バクトロサウルス、デブネソビアとともに一つのクレードを構成する。ありがとうございます。